本日は、医療ガスの続きなんですが、実践に書かれてある、ちょっとね一部分について説明していきたいと思います。この実数に書かれているところでですね、実数の T の7101ですね、2014年のものを、今回説明しようと思うんですが、この供給装置ですね、医療ガス配管における供給装置の部分でですね、まあこれ気になる方は他の動画、以前の動画を見ていただければいいんですが、この各供給、設備は、2つの独立した、供給装置を持たなければならないとなっているんですね。で、さらに詳しく言うと、手術、機器駆動用の空気または窒素及び AGSS を除き3つであることが望ましい。その供給装置は、次に示す、まあ、これらのですね組み合わせでも良いとなっているんですね。でですね、それがですね、まあ、まずボンベですね、ボンベを使用する供給装置、そして LGC を使用する供給装置、そして CE を使用する、供給装置、ちょっと LGC と CE に関しては、まあ、他の動画でも出してるんですけど、まあ、ざっくりですよ、ざっくり、これ CE はでっかい液体の、まあ、酸素であればコールドエバープロータなので液体のたくさん入ったタンクと思ってください。で LGC はそこからまあ一部向こう取り出したねやつなんですが、普通の酸素ガスボンベとかよりはもう酸素だけでもすごい容量をね液体化してるんで、すごい容量を貯めておける割と大きめのね、この、装置です。そのような LGC や C それぞれね持たなきゃいけないと、3つはね。まあ、ただこの組み合わせでいいってことなんで、例えば酸素でいうと LGC とボンベ2つでもいいと、で3つが望ましいってなってるんですけど、最低限 LGC とボンベが必要。なぜかというと、まあ、ここだけで見るとですよ、例えば酸素が、例えばですね両ベルして、何度も動画で言ってますけど両ベルして両方なくなっちゃったと、 LGC がで酸素がそしたら院内中に供給できなくなるわけですよ。そんな時にボンベが別にあるとですね、ボンベトントントンとこうあると、こっちのルートからねちょっと予備酸素って形でね、こう一時的にこうおーってボンベだからね容量もある程度ね決まってますけど、 LGC は少ないけど、これ両方なくなった時にねバーっとここでね、酸素ボンベこう院内上にこう予備酸素でグーってこっちの配管、こっちねシャトーバルブ閉じて、こっちでこう今まで閉じてたシャトーバルブを開けて、まあ、要はバルブを開けてこっちから行かせると、こっちはもうないから、そしてその間メーカー呼んで急いでマニフォールドの LGC 酸素くださいっつって、もうメーカーが近ければラッキーですよ。近くにいればラッキー、ここで変えてもらっても院内でね呼吸器ついてる人もいるかもしれない、そんなところにね酸素ちょっと一重このボンベ賄う必要がある。そういった時のためにこのようにですね、実数では各供給設備2つ独立した供給装置を持たなければならなくて、必要であれば3つあった方が望ましい。これ酸素ボンベだけじゃなくてね、一番いいのはこれ CE システムとかねあったらいいですよ。もう大量の酸素がねありますから、そしてこっちもね配管にして、これも最高ですよね。別にこっちもこっちもなくなったとしても CE もあるからもう余裕だぜみたいなね、コールドエバープロートあるからねっていう形みたいですね。そしてこの、空気または窒素および AGSS を除いて、ちょっとこれよくわかんない、 AGSS っていうのは混合ガス、これまた別ですね。空気とか、AGSS とか窒素に関しては、まあ、2つでもいいっていう話なんですかね。ボンベと、それぞれ2つでいいっていうことだとは思うんですが、一応ね、実にはこのように書いてあって、でこれらの組み合わせでいいと、ただボンベと例えば空気圧縮機、空気でいうとね空気圧縮機でもいいと、混合ガスとボンベもいいと、酸素濃縮機と、ボンベでもいいと、吸引供給装置と、まあ、ボンベでもいいっていうことなんでしょうかね。まあ、それぞれねこういった形でこう組み合わせる必要があるみたいですね。というのが今回のね、実質の、まあ、ちょっとね一部気をつけなきゃならない供給源設備の、説明でした。以上です。
チャンネルではですね、電気と医療と、あとはね、後々ね、お金とかね、そういった、学んだことをですね、皆さんに提供していければと思いますので、興味を持った方はですね、ぜひ、ね、チャンネル登録していただければ、呼吸器とかいろんなね、情報の、チャンネルがね、プレイリストが、ありますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。